構内。奥が、若松方面。手前が、原田方面。右側に、ハイホームが見える筑前三階駅は、福岡県筑紫の潮技三下にある、九州旅客鉄道筑豊本線の駅である。駅番号は、JG04。下り側に向かって、右側に、単式ホーム一面一線と、待合室を有する地上駅。かつては、相対式ホーム二面二線構造で、 ハイホームが残る。無人駅である。JR 九州の IC カード、守護課の導入予定はない。過去には、寝台特急なども通っていたが、現在は、定期列車の他に、有田東基市の臨時列車や回装、検測列車が走行する。2016年度の1日平均乗車人員は25人である。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 駅前を国道200号が通る。駅は参加集落の西端部に位置し、集落の中心部から 1km ほど離れているため、駅前は小規模商店や民家が点在する程度で、極めて換算としている。駅を出て右折し、国道200号を 300m ほど進むと参加郵便局がある。駅を出て左折し、国道200号線上を6 0 0ルほど歩くと、 筑前町に入る。さらに600メートルほど歩いたところにある山、稼働交差点にあるバス停留所からは、JR 博多駅や、筑紫の市中心部の JR 二日、市駅、西鉄朝倉街道駅及び筑前町中心部、朝倉市、覇気へ向かう西鉄バスが運行されている。駅前の国道200号線上にあるバス、停留所からは、筑紫駅及び、 参加方面へ向かうバスが発着している。筑紫駅方面のバスは、途中、参加道バス停留場を経由する。交差点をまたぐことで、乗り換えが可能。道駅の北東には、冷水峠があり、筑紫野市と飯塚市の市境となっている。国道2 0号は峠道を急カーブなどで超えるが、トンネルはなく、冷水道路や筑豊本線は、トンネルで地下をくぐり、 地豊方地方と福岡地方南部とを結ぶ。駅前に西鉄福岡市内線の廃止島で使用されていた路面電車の 500K507 号と西鉄バスのイスズビー U15D が生体保存されている。どちらも北九州線車両保存会という団体によって定期的に補修作業が行われている。507は以前は カスヤ群末町の皿山公園で生態保存されていたが、2014年12月に当地に移設されている。JR 九州は敷地を貸しているのみで車両の管理には直接関与していない。かつては、西鉄北九州線のの2両の保存されていたが、これらは、貸位カ園に移設された。ありがとうございます。